こんにちはっすえ。今回なんですけど、PJCS2021 の会場が愛知県に決定しましたねえ。この件について思ったことは、愛知県は悪くないっすね。なんでかっていうと、二つあります。一つ目が、東京、神奈川、埼玉、千葉ってのは、 結構バチコリやばい状況なんですよね。何がとは言わないけど。で、大阪ってのもあの結構やばい状況なんですよ。だから、間取って愛知ってのは、まあいいんじゃないかなって思うし、愛知の出てるやつって多分グレードが東京より低いんですよね。それに、あの、名古屋市のね、河村市長とか愛知県の 大村知事っていうのは非常に優秀な政治家なので、このね、時期に、まあ、多分参加者2000人で、まあ付き添いとかボロボロ含めての高校1000とか行くんか行かないかちょっと、えっ、ー、と、スイッチ履修してるけどちょっとわかんないんで、まあ多分まあそういうのが押し寄せても、まあ、経済回る部分だけ吸い取って、まあ、取って、で、まあなんか感染流行っても多分だあの、あの二人が、 やってる限りは大丈夫なんですよ。だから愛知県っていう判断は非常に美しいと思いますね。で、二つ目の理由なんですけど、東京オリンピックって皆さん知ってますかなんか東京オリンピックっていう、なんかオリンピックっていう大会自体僕知らなかったんですけど、なんかそういうなんか大会があって、なんかギリシャで始まったらしいんですけど、そういう大会がなんか今年あるらしいんですよ。 で、東京多分でかい箱が結構あの、バチコリ国の役人どもに確保されて、私たち国民は結構あの、取りにくいと思うんですよ。だから、あの、関東じゃちょっと無理なんじゃないかな説もちょっと予測したり、まあこれ推測なんですけど、だからそれもあるんじゃないかなとも思うんだけど、まあちょっと確証というかエビデンスは全くないですね。自分はただの無職なので,で、そういうちょっと予測も立てつつ、今回のその愛知っていうのは、 非常に美し、美しい判断だったと思いますね。自分が言えることは、まあ、ちょっと出る方に頑張れって言いたいし、まあ、なんか正直、なんかあのー、感染状況やばいから、なんかカードゲームをオンラインでねやってね、あのカードショップに毎日出入りしてて、外出まくってる奴らを大量に集めて、あの黒マスクの集団を大量に集めて、なんかね、もう、 ね東京大阪とかからバーってね、呼ぶのは、ちょっとまずいんじゃないのみたいなこと言ってるやつはツイッターにいるんだよ。そいつね、ちょっと口黙らした方がいい正直言って。いや、ね、カードやってるやつはコロナに負けねえから、ゲームやってるやつもそれ同じだし、正直あのー、気持ちの問題なんですよね。気持ちがあれば正直大丈夫なんですよ。もう、ただ体力とかじゃなくて記録だから、 もうなんか声出せ直るから多分。まあそれは嘘だけど、さすがに直んないけど <laughs>。多分、あの、日本、ヤマト魂を持ってすれば正直大丈夫なんで、あもうなんか、まずいんじゃないのって言ってるやつは本当に国属ですよ。だからそういうの気にせずに、あの、なんか5000人ぐらい集めてワイワイね、土星終わったら、あれでしょタバコ、タバコ休憩して集まって吸ってさ、 終わった後みんなであの空いてるファミレス行ってなんかこう水飲んで飲み会するんでしょんか酒買えないだろうからそれでいいんじゃないのやっぱ青春だしさやっぱ若い時期って大事だしまあ参加者若くない人もいるけどねそれゲームの部門の人もさなんかあのゲーム部門の人数が少ないって言ってるやついるじゃんいやそんなことないから一回こうふるいかけてあ2回目のふるいかけてりかけて減らしてるからそれはポケモン側の努力なんですよゲリギリまで減らそうっていう で、それで、オンライン予選の人数は減らさないように2回目のふるいかけてるってだけだから、だから、あの、ふるいかけてるがおかしくないんですよ。だから、ポケモンに文句言ってるやつは、ほならね、自分でやってみろって話でしょって話でしょ。だからさ、これね、マジで思うんだけど、水さすなよって本当ヤマト魂であれば何でも大丈夫だから。 ということで、今回は、あの、PJCS2021 の発表についてお話ししました。まあね、正直、誰が優勝するのかね、楽しみだよね、やっぱ。うん。やっぱ、今年こそ、自分的には出なかったんですよ、自分も。ゲーム部門で。てか、11年連続で失敗してるんですけど、いや、あの、やっぱ、羨ましいですよね、出れる人が。うん。まあ、今年愛知だったんで、多分、権利取れても、 新幹線代がないから、今も出れないんだけど、やっぱ権利取っとくと、ポケモン界では、神になれるじゃないですか。その権利持ってるだけで、こう、あいつできるなみたいな感じになるから、やっぱ権利欲しかったんですよね。だからね、結構嫉妬してます、本当に。だからもう出る方は、ほんと頑張れって感じ。うん、上位20人にならなくても、150枠の中入ってれば、その出れてない俺みたいなやつから比べたら、やっぱ上の存在だから、あの、威張っていいっすよ、やっぱ。うん。 いや、ほんとね、ポケモンの株式会社の方々も、本当あの、頑張ってください、マジで。あの、応援してます、東京から。森本さん、ほんと素晴らしいと思います。というわけで終わりたいと思います。